石屋製菓プレゼンツアウンジェイの北海道の四季。皆様こんにちは。和楽器ユニットアウンジェイクラシックオーケストラの尺八担当石垣聖山です。アウンジェイの北海道の四季。この番組では和楽器奏者である我々が二十四節気七十二候をもとに日本古来からの季節の捉え方を皆様と共に学んでいく番組です。今週のアシスタントは先週に引き続きましてこの方、しのぶえの山田美智子です。はい、みっちゃんよろしくお願いします。もう寒さ真っ盛りでございますけれど、寒いですね。僕ね、寒いのとても苦手なんですよ。私も苦手です。寒いの苦手なんですけど、はい、まあ、いわゆる冬には冬の遊び方というかスポーツ、ウィンタースポーツ、ありますね。ありますけど、なんかお好きなとか、まあ、はい、よくするウィンタースポーツありますか？最近全然できてないんですけど、私はもうちっちゃい頃スキーをずっとしていて、毎年家族でねスキーに行っていまして、それはなんか例えば、ちょっとこうキューを取ったりとかそういうのやってました？キューまでは取っていないんだけど、あの毎年1回は必ずスクールに入って習っていましたね。だから全然うまくはないけど滑るのは好きで、はい。で中学校ぐらいになったらスノボーが流行りだしたんで、だよね、スノボーもやってました。はい、ちょっとだけ、はい、すごい今良平さんが驚いてるんですけど、なんですかね。いや、みっちゃん多分、ね、できるでしょうね。運動神経は良くないけど運動するのは好きなんですよ。すげえ直角行で行ってそう。もうね、はい、雪だるまみたいになるぐらいがいい。今やったら怪我するからね、それ。そうなんですよね。今ちょっと笛吹いてるからね、なかなかあれなんですけど大好きです。石垣さんは？僕もね、寒いの大嫌いなんですけど、雪遊びとかね、ウィンタースポーツ大好きなんですよ。だスキー、それこそスノーボー、ファンスキーみたいな短いやつとか、いわゆるスケートももちろん好きですし、そこからもう毎年スキーに行くようになって、でもウィンタースポーツ最初の頃だから家族の中で僕だけだったんですよね、一度もね。いや、でもやっぱり基礎って習うの大事ですね。基礎習うのはね、最初に独学よりね習った方がいいです、何事も。そう、皆さん、そうですよ、ね、本当にやりたい方もぜひ一番最初の基礎だけでも習っとくと、全然違いますね。あと自由にするのはもう本当に勝手なんですけど、最初持っとくとより自由にできるんだよね。そう、最初から自由やりたいと思っても、そうやっぱり汗だくになって坂道をねスキーで上がっていくのはなんでこんなことやってるんだろうって思うけど、後になってすごく役立つというね。そう、いや、良かったですよ。あれで多分だいぶ筋力的にも鍛えられた気がするメンタル的にもメンタル的にもそう、懐かしい。だからもう今でもね毎年だいたいスキー、スノボー行ってますよ。いいな、連れてってくださいいいけど、日程合えば一緒に行きますか。行こう。はい、ということでね、皆様もね、ウィンタースポーツ、行かれると思いますけど、行く際にはね、十分気をつけてね、はい、楽しく笑顔で帰ってこれるように、ウィンタースポーツやっていきたいと思います。はい、さあ、ということで、今週ですね、リスナーの方から、なんと質問をいただきまして、我々、アウンジェイクラシックオーケストラ、メンバー全員、それぞれが楽曲作るじゃないですか。で曲を作ったとき、作曲をしたときに、名前をもちろんタイトルをねつけるわけですが、そのタイトルどうやってつけていますかと、そもそも曲を作るのが先なのか、タイトルをつけるのが先なのか、同じタイトルでもひらがなにする、漢字にする、英語にするとか、何かしらいろんな要素があると思いますが、何か決め手がありますかと、質問をいただきました。なるほど。ちゃんはなかなかあれだよね、基本的にタイトル、奇抜タイトル多いよね。私は確実にメロディー先行ですね。曲ができてからそのイメージで作るので、ざっくりした、あ、なるほどね、なんかあったかいなとか寒いなとか、あ、元気だな、明るいなとか、色だったりとか、そういう漠然としたイメージの曲が出来上がって、それを言葉に当てはめたらそういうタイトルになるっていう感じですね。すげえな、感覚派ですね。もうね、
むしろなんかかっこいい言葉が浮かばない羨ましいです、かっこいい言葉あのまあそうボキャブラリーある人は羨ましいですよね、うん、そうですね。あとひらがな漢字とかっていうのもだいたいなんかひらがなにするとかわいいかな、まあそうだね私はひらがな率が多いですね。あ、なんだっけ、はい、プッペラポーとかあるよね。ペッポラフーです。ペッポラフーだ、間違えた。惜しい惜しい。ペッペラポーみたいな、ごめんね。このね、なんだっけ、スイーツの時間でも流してもらってるおやつの時間も、もう全部ひらがなにしたんじゃないかな、はい、結局。はいはいはい。はい。なんか、柔らかそうじゃないですか、確かに。ひらがなは確かに柔らかそうな印象あるよね。うん、そう、ちびっこも読めるし、うんうん、私も読めるし。私が。そう、ひらがな率が私は高いですね。石垣さんは割と横文字もありますね。横文字割とねバランスはあるかもね、うん、漢字とかひらがなもあるし、はい、漢字もあるし、うん、そう英語も他の国の言葉も造語とか結構凝ってますよね。タイトルも万種の明かりに思いを馳せてとか長いね、はい、あのね長くて凝ってるなって思って長いタイトルをつけたくて長いのにする時もある、はい、うん、あ、バンシュはそうなんですか。バンシュはでもね、うん、バンシュはあでもちょっと長くしたいなって思ってたかもしれない。万のことさらでバンシュですもんね。あれはね、うん、主者バンシュっていう四文字熟語があって、はい、主者バンシュ主者バンシュ10回言える、主者バンシュ主者バンシュ、まあ、要するにまあ、10人といるの、まあ、万番みたいな、もう本当にだからみんなそれぞれ違いますよっていう意味の主者万種っていう言葉があって、その後半の万種っていう言葉をいただいて、もともとあのねこれあの多賀大社っていう、まあ、神社の万灯祭っていう1万2万の万に、はい、灯火の明かりですね、うん、万灯祭っていう提灯をねいっぱいバーっと並べるお祭りがあって、それをイメージして作曲したんですよ、はい、でまあ、それをイメージした上で、であの一本締めがまあ、 あったりとか、はい、まあ、お祭り的な、うん、気持ちっていう中で、そう万種、まあ、一個一個違う明かり、提灯でね、うんうん、はい、に、まあ、思いを馳せるっていう、また思いを馳せてっていう、それでタイトルできましたね。すごい、私なら万灯祭で終わっちゃうタイトルまっすぐになっちゃう。なんかね、はい、それこそ例えばタイトル、はい、曲のタイトル考えるときにできたら、うん、被ってないタイトルにしたいなっていうのはあって、あ独自の言葉というか、そう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 、だからその造語とかも多分僕多いですし、はい、つい去年末三味線のね尾上さんとヒデヒデっていうユニットやってて、はい、その中のねタイトルは一つね、空八れっていう曲で、え、ひらがな、カタカナ、あ空八れ、ペッパラフーと一緒じゃないですかそうそう同じようにこれでも実はですね、うん、コンセプトがあって、はい、尺八、まあ、忍もそうですけど、はい、まあ、右手左手両手使って演奏するじゃないですか、はい、でもお客さんと一緒に手を振る曲を作りたかったんですよ、うん、で僕も、はい、手を振る、はい、で右手左手どっちかと言ったら右手の方が話せる、で左手だけで吹けるフレーズを考えた時に、空八れの空はドレミファソラシドの空、うん、で八れっていうのは尺八の指使いで、はい、ロツレチハっていうのがあるんですけど、その八れなんですね、うん、で全部ドレミファソラシドで言うとソラドラソなんですよ。おー、はい、ソラドラソなんだけど、でもソラドラソだとちょっと面白みないし、うん、かといって全部尺八の言い方にすると、うん、レチハチレなんですよね。言いづらいでしょでソラハチレにしたんです。なるほどすごい考えてますね。でもそれが、はい、ソラドラソラソラドラソラっていうのはソラハチレチソラハチレチってやってるんだけどね、それをもう右手振りながらこうやって、なるほどなるほど、そうそうとかね、そういうのはありますね、うん、でも曲とタイトルは、はい、完全にタイトルが先っていうのはね、もしかしたら 1,2 曲しかないかも、今まででも。あ、やっぱり曲が先行ですかね。 曲とイメージが先行かもな。アウンジェイの他のメンバーもね、多分結構それぞれ違うと思うんですよ、うん、付け方、みんな個性的ですよね、うん、曲の付け方とか。はい、まあ、シンさんなんかはアウンジェイで提供してる曲のかなりの率で良平さんが名付けですからね、そうですね
やっぱり困った時のリーダーですよね。何事も。まあ良平さんはあの、うん、ボキャブラリーとね言葉の、うん、あのチョイスの幅が広いですから。詩人ですから、ね。詩人ですから。すっごい頷いてますけどね、うん、今。ということでですね、はい、やっぱりまああの僕らは曲作りが先のことが多いかなっていう感じですかね。うん、楽曲に関してね、作曲の名前をつける時っていうのは。うん、はい、ということでこういった質問もですね、ぜひどしどしお寄せいただけますと僕らとしても嬉しいですし、はい、自分たちがね当たり前と思っていることが当たり前じゃないことも ねあったりするので、はい、ぜひぜひこれからも質問いただけると嬉しいです。ご質問いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ということでですね、本日の1曲目ははい、これみっちゃんの楽曲かな、はい、では私の楽曲でですね、その先日まあ、去年のね、去年の7月31日に行った三角ラジオからこんにちはの中でも演奏しました、はい、そのライブ音源で渡る世間聞いてください、はい、山田美智子作曲渡る世間お届けしました。それでは本日のスイーツのコーナーに参りたいと思います。本日ご紹介する石屋製菓さんのスイーツはこちら、雪だるまくんチョコレート。あー、ピカピカしてます。これさ、うん、やっぱ石屋製菓さんもさ、はい、お菓子とかのさタイトルすごい考えるんだろうね、きっと。ねー、雪だるまくんです。雪だるまくん、もうこう本当に可愛い雪だるまくんが書いてあるんですが、白い恋人パークに住んでいる雪だるまくんをモチーフにした可愛らしい滑らかな口当たりのチョコレート、北海道のお土産としておすすめです、ということで、これあのパッケージが金色のミルクチョコレート味のものと、はい、こちらはシルバーのホワイトチョコレート味になります。はい、と2種類があるということで、ちょっとじゃあ開けてみよう。すごい。あ、もう中も金券もう眩しいばかりの雪だるまくんがいっぱいです。雪だるまくんがいっぱい出てきまいりました。はい、はい、じゃあ、はい、こちら金色ですね。雪だるまくんミルクチョコレート、なんかでもあの石屋製菓の皆さんにも伺ってみたいですよね、その商品名考えるとき。白い恋人はほら、はい、あのあ、創業者がね、あの雪が降ってきたときに、ね、白い恋人たちが降ってきたよっていう話ありましたけれども、うん、雪だるまくんチョコレート、すごい。よし、じゃあミルクからいただいてみよう。よいしょ。これもしかして中身も雪だるまくんの形してるのかな。あ、雪だるまくんだ、かわいい。顔一緒？え、あ、顔が、あ、これは一緒ですね。じゃないかな。いただいてみます。あ、本当だ。パッケージがなんかいろんな表情がある。にっこり。あ、うん。あ、口どけいいですね。これまたね。うん、
ブラザーズなんですって。雪だるまくん、ふーちゃん、ぷんぷん、にこたん、まるちゃん、ウィンキーっているみたい。私何だったんだろう、五人兄弟顔から食べちゃった。多分まる、まるちゃんじゃないかな。ぷんぷん、ちょっと他の開けてみよう。ホワイトチョコレート、えい、これ顔違うの出てきたら面白いな。同じでした。みんな同じかもしれない。みんなまるちゃんかな。みんなまるちゃんかもしれない。白い恋人パークに行ったら出会えるかもしれない。はい、みんなをハッピーにする雪だるまブラザー。なんだろう、ホワイトチョコレートってなんかちょっと冬の感じじゃない？不思議と、うん、冬に食べたくなる、うんうん、あー美味しい。スキーに行きたくなる味ですね。スキーに行きたくなる、うん、行きましょうかね、じゃあね、今年の冬はね、そうですね。ということで、こちらの商品は白い恋人パークショップピカデリー札幌市内の石屋直営店、北海道内の特約店、そして石屋オンラインショップにて日本全国どちらからでもご購入いただけます。ぜひ皆様、このかわいい雪だるまくんブラザーズ、雪だるまくんチョコレート、ご賞味ください。本日ご紹介したのは雪だるまくんチョコレートでした。それでは本日の七十二候のコーナーに参りたいと思います。日本には七十二候という72の季節があります。季節ごとの鳥や虫、植物、天候などの様子が72の時候の名前になっており、約5日ごとの自然の変化を知ることできめ細やかな季節の移り変わりを感じることができます。二十四節気がですね、大寒に移りました。大寒一番大きい寒いですね。大寒とは一年で最も寒さが厳しい頃のこと。日が次第に長くなり春へ向かう時期でもあります。これ子供の頃すごく不思議だったのが、はい、冬至でさ、一番日の時間が短くなって、うん、日の時間がだんだん伸びてきてんのに寒さはそこから進むじゃない。あ、なんでってその頃思ってたの。なんででしょうね。いまだによく分かってない。いまだに解決されてない。確かに、まあ多分そのね、はい、気候の流れ的にそうなるんでしょうけど、うんうん、そうそう、寒いけど日の時間がだんだん長くなってくる。で、まあ、春が待ち遠しくなってくるね、はい、三寒四温とかね、3日寒い日続くと4日間暖かい日が続いてね、徐々に徐々に、まあ、春めいてくるというのもありますけど、はい、二十四節気大寒、そして七十二候はですね、今週は2つ、該当してまして、1つは吹きのとう花咲く、吹きのとう花咲く、まあ、いわゆる吹きの花が咲き始める頃、雪景色にさ、吹きのあの芽みたいなのがむって出てきてるのっていいよね。はい、なんかもう吹きの天ぷらとか食べたい。大好き。子供の頃苦手だったけど、あの ね、ちょっと苦味のある感じ、美味しい。大人になったら美味しいですよね。美味しいんだな、あれな。ね、凍てつく地の下で春の支度が着々と進みます。そしてもう一つあります。こちらは水沢熱くかたし。水沢熱くかたし。沢の水が熱く張り詰める頃、まあ、きっと上流でこう凍ってた水が一気にガッと溶けてきて、水かさが上がるっていうことなんですかね。日本の最低気温マイナス41度っていうのがあるらしいですよ。どこだろうね。あ、旭川市。お、明治35年の、1月25日、はい、今日じゃん。旭川市で記録されたそうです。マイナス41度はね。でも俺どこだ、モンゴルか、はい、行った時に、うん、あのマイナス、昼間マイナス20度、夜マイナス30度みたいな。ひえ、昼でマイナス20度。その時の、はい、通訳さんがね、はい、タクシーで空港を迎えに来てくれたんだけど、うん、すごいにこやかに、はい、あなたたちとても運がいい、今年のモンゴルとても寒いっつって本当に寒かった。あ、それは、あの写真を撮るために一瞬手袋を外して写真撮り終わって戻すだけでもう手すっごい痛くなるぐらい危ないよね、もうね。本当ですね。というわけでですね、まあ、あの2つあるんですが、はい、今週は水沢熱くかたしやってみましょうかね。うん、なんかやっぱこの冬のこの
ね、雨が降ったわけでもないのにこう水の沢の水がこうガッとこう張り詰めてくるっていう形を尺八で、はい、尺八とよいしょお届けしてみようかな。はい、それではお届けします。水沢熱く語し。ありがとうございました。水沢熱く語し。ちょっと変わった字書くんですね、これ。熱くお腹腹っていう字書いてくで熱く、で堅牢の剣ですね、語しっていうことでね。水沢熱く語し、尺八と忍べでお届けいたしました。それでは本日の2曲目をお届けしようと思います。はい、こちらもですね、去年の7月31日に三角ラジオからこんにちはのライブからお届けをしました、バンドネオン奏者の、ひとしくんが作った空飛ぶカーニバルという曲をお届けします。
んで空飛ぶカーニバルお聞きいただきました。はい、本日も約30分にわたってお届けしてまいりましたアウンジェの北海道の四季、いかがでしたでしょうか。ね、まあ、あのタイトル作りはね、うん、いろいろ、まあ、難しいですよ、はい、あの僕らの月一のライブをねヒデヒデっていうユニットでやっていて、うん、サブタイトルをねつけちゃったんですよ。確かに毎月違うタイトルのね、毎月違うタイトルをつけ始めたら、うん、もう今年去年で丸8年終わって8年で今月でね97回目になるんですけど、すごい、もう96回分ね毎月違うタイトルでつけてきてるんですけど、はい、後悔してますもうねえぞっつってネタがねえぞっつってまあね、いろいろタイトルつけるのも大変ですけど、うん、まあそういうのも考える時間もまあね作る中での醍醐味というか、はい、楽しい部分でもあります。まあタイトルにもね、うん、ちょっとこう心を配って聞いていただいたり、触れていただけると嬉しいなと思います。さあ、お知らせをさせてください。この放送は今オンエアされている他に後日お聞きいただくことができます。まずはポッドキャスト、そして毎月月末にはオンエアの模様を動画にして YouTube で配信をしております。三角山放送局さん、アウンジェの公式チャンネル、ぜひご覧ください。またアウンジェのライブ情報、札幌でもお聞きいただける配信情報などは公式ホームページをぜひご覧ください。アウンジェ AUNJ で検索お願いします。そしてそのアウンジェクラシックオーケストラは今年15周年、結成15周年を迎えまして、2月5日にその15周年の記念ライブ一発目が決まっております。場所は渋谷の JG ブラッド、昼夜2回公演でお届けをしていきます。タイトルはアウンジェ 15th year live ということでですね、今後詳細を SNS などで発信してまいりますので、ぜひぜひ皆様ご来場ね、お待ち申し上げております。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして皆様からのご感想や和楽器についての質問、こんな曲かけてほしいなど、質問お待ちしております。ツイッターの三角山放送局にぜひコメントください。いただく際にはハッシュタグアウンジェ 4S、 ハッシュタグ AUNJ4S を入れてつぶやいていただければと思います。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはアウンジェの尺八担当石垣聖山と篠笛担当山田美智子でした。それでは皆様また来週。